はいどうも、タクタクです。ヒモロギの歌、やっていきましょう。前回ね、読めなかった、なんとかプール、河川プールという意味でしたね。ちゃんと、調べたよ。さあ、行きましょう。当たり前だよ。読めない漢字調べろよ。あ、なんか話してる。え、どこ、なんかコンビニがどうのとか言ってたけど、これ逆かな？まことちゃんだったっけ？名前が、女の子の名前忘れちゃった。こっち側になんもないでしょ、でも。こっちに行ったよな。あ、行けないか。あの商店みたいなところでじゃあ、買う感じかな。携帯電話の充電器。売ってなさそう。商店ってもうほとんど見なくなったよね。田舎に行けばまだあるのかな。おばさん。もううちの旦那すぐ何でもいいって言って、全然お献立考えるの協力してくれないのよ。たまには気を利かせて食器くらい洗ってくれたらいいのに、ね、いいのにって。草壁さんちの子は女の子だからお手伝いしてくれて本当にいいわね。そうそう、聞いた？湯町さんのところの長女のあかねちゃん。なんでも相手は15歳年上らしいのよ。それ考えると親は複雑よね。なんの？井戸端会議？いやよね、その一言にムカッときちゃうのよね。うちのすみかもぐーたらして全然家事手伝わない。わよ、もう女の子だからそれくらいできないとダメっていつも言ってるのに。あ、そうそう、あかねちゃんね、結婚するらしいじゃないの。もう子供にもお腹がでも子供もお腹にいるんだって。まあ養ってもらえるならいいわよ。年下の奥さんって可愛くて仕方ないでしょ。なんだこのやりとりは。こんなもんなんですかね。入れない。中には誰もいない。営業しているのだろうか。ここの人たちどうやって住んでんだ。自分家どこ？こっち行っちゃっていいのかな。あ、いた。コンビニあんのかな、近く。車止まってる。あ、これコンビニか。よっ。千春だった。あ、平治だ。買い物。ちょっと離れた間に、この辺の道路、めっちゃ整備されてるね。充電器変えたかでしょうか。そうそう、あったよ、ちゃんと。こんな田舎でもコンビニはちゃんと機能してるんだね。便利になったね、なったな。あ、コンビニできたからあっちの商店営業してないのかな。あ、それにしても暑い。汗がどんどん出てくる。夕方誠におごってもらうと思ったのに、アイス買っちゃったよ。何個も食えばいいじゃないか。あ、そうだ、エイジ、今暇？ちょっと散歩しない？暇。わかった、行こうにしようか。話が早い。あうんの呼吸ってやつね。そうかな。じゃあそんな私と通過なエイジ君には、さっきまで冷えてたサイダーをあげよう。さっきまではね。もうぬるくなったってこと？え？さっきアツシにもらった？細かいことは気にしなさんな。はい、もらったもらった。そういうことか。どこ行くんやろ。おばさん、おばさん立っとるよ。デートかな。幼馴染とデート。まず俺に幼馴染いねえからな。羨ましいとか思わないわ。は、なんか4ヶ月も会わなかったら何から話すか思いつかないわ。思いつかないといえば、人に文句言おうとしたのに時間が経つと言えなくなってまた腹が立ってみたいなことあるよね。その時ちゃんと話そうって思うけどさ、いざその時になると忘れちゃうことって結構ない？わかるわかる。はは、エイジもそういうことあるんだ。言われてみればエイジが人に怒ってることとこあんまり見ないな。中学の頃一回だけ見たことあるけど。誰に？私と違って弱音も吐かないし、誠と厚志みたいに人に反発することもないし。大丈夫？人のこと考えて我慢とかしてない？やっぱ何につけても自分あっての、何これ？ものだね。ものだねだよ。自分あってのものだね。え、なんだろう？命あってのものだねとか言うけど。やりたいようにやるのが一番。まあこの街はそんなわがままが通せるような場所じゃないか。昔は結構この街も楽しかったんだけど、
だんだん窮屈になったし、息苦しくなってきた気がする。昔は男の子と遊んだり虫捕まえたりしても何か言う人いなかったしね。家に帰るときお父さんがうるさいんだよね。女が勉強して何になるとか、研究なんていうのは男の仕事だとか。お母さんは黙ってるけど、高校できたら就職せずに結婚してほしいみたいだった。私、大学行きたい。ここじゃ私一つの道しか周りに許されないもの。嫁ぐという。誰も、もうこれかわいそうだけどね、そんな決めつけたら。誰にも迷惑かけないって約束しても、行けるとこまで行ってみたいって思うのは良くないことなのかな。そんなことはない。千春を応援してる。へへー、エイジはいつも私も味方だったけど、私の味方だったけどかな。改めて言われると照れますな。もう笑うとこだから、なんかマジで恥ずかしい人みたいじゃない私。ここでお待ちかね、アイスタイムでーす。やっぱ一汗かいてから食べるに尽きるわ。溶けてんじゃね。あれ、シャーベット、あ、チューペットか。チューペット折れない。どういうこと？エイジ？あ、折れてる。ありがとう。チューペットってなんだ？しょうがないな。片方あげるよ。あ、あれか、なんか、パッキンアイスみたいなものってことか、多分。千春とアイスを食べてから戻った。千春と、付き合ってくれてありがとう。また後でね。そういえばさっき住宅街で線香の匂いしたけど、どこかでお葬式してるのかな。こっち行けんのか。おお、ここは何。あ、葬儀場。あ、違うか。線香の話したから葬儀場とか思ったけど、ここ何。ここ、駐車場よ。こう入ってきて、え、ここに止めてたら、ここの車どうやって入れるのっていう、出てくのっていう、なんか、無駄なツッコミを入れて。図書館か。入ってみる？誰もいないのか。え、静か。ん？何の音楽だ？誰かいる？青い人。あ、待って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 、光ってる光ってる光ってる。っていうか、あの人なんか、全国山岳信仰という本だ。読みますか。はい。犬神信仰。あれ？山岳信仰。犬神信仰でいいね。あれ？いや、山岳信仰って書いてあったよね。M 県、経連山、伏地峠、伏せ神。犬神とは西日本を中心に信仰されるもので、その発祥は、源の、が打った、ぬえの、でいいんですかね。死体から分けて生まれたとも、獣除けの犬の絵からとも言われており、S 地方には、犬神月と呼ばれる風習があるように、一部の地域では犬神と人間は切っても切れない存在であることには違いないだろう。しかし、どの地域に残っている犬神信仰とも違うものが、M 県南部山間部に存在していた。それを、伏神信仰というらしい。伏っていいんですか。元は人犬神と呼ばれていたものがつながり、まあ、人弁ってあれだから人だもんね、だってね。伏、これ伏っていう字にだっけ、なんかだんだん分かんなくて、形になったという。その信仰は、冥王、戦国時代といえば分かりやすいだろうか、に起こった地震、台風、経連山噴火によって、灰の被害で多くの人間が死んだ時期の記録から始まっている。それを、にて考えると比較的歴史の浅い信仰だ。もともと、ん？これなんて言うんだろう。人族を祖先として閉鎖的な自治を行っていた地域で、ちょっとね、難しい読み方が多いよ。
いや、俺が分かんないだけかもしれないけど、あったため、その時代まで新しい信仰がなかったという見解もあるが、定かではない。不透明な点が多くあるが、現実にあるものだ。ここからは別の山岳信仰について書かれている。はあ、これはなんか読んどいた方が良かったのかな。なんか、犬神ってあれでしょ？なんだっけ？お腹の空かせたワンちゃんを首だけ出るようにして、植えさせてこう埋めて、最終的に首を跳ねてなんかみたいな、そんな呪術でしょ？違うか。俺の知っているのと違うかもしれない。この人なんか、青年。なんか、チュートリアルに出てきた人じゃないの？図書館の職員。困ったのはどこでなくしたんだろう。人形劇で使う小道具をなくしてしまったよ。結構大きいからすぐわかると思うんだけど。君、ゴーシュの人形を拾ったらに、図書館まで届けてくれないか。なんかこう、大丈夫？人形劇か。ゴーシュの人形。ここ入れる？トイレっぽい。鍵かかってる。これってダッシュとかできないのかな？ダッシュできないか。このまま、こことか読んだ方がいい？じっくり見てみようか。お、ここ見てみる？もうちょっと飛ばし目で。岩崎橋河川敷。河川敷って今更読めないのちょっと恥ずかしかったな。まあ常に恥ずかしい人間だけど。夏休み子供読み聞かせ会。これなんか後々、あ、セロヒのゴーシュ。はいはい。これのことか。後々なんか、聞いてくんのかな。お、なになに。そろそろ待ち合わせの時間だになったのか。家帰んなくていいのかな。こっちとか行かなくていいのか。大丈夫？なんか他のゲーム始まったりしない？これ。美術館になんか迷い込む 絵の中に迷い込む 話にならない。大丈夫。ナウローディング。ないね、ゴーシュ人形はね。行きますか、じゃあ。約束の時間になったって言ってるし。待ちなよ。お、青年？お、やっぱり。僕も行っていいみたいな。君、さっき来ろうとしたよ。キャラクタープリントのハンカチを手に入れた。身に覚えがない。にしようか。あ、どうする？これ。これにしようか。本当に？いや、本当に知らないもん、だって。君はこんなことしてる場合かな？なになになに？あ、なに青年。まあ、僕には関係のない話だ。悪かったね、足止めして。怖い、青い髪の青年。何？出よ。出ていいのかな？じりじり言ってるまだ。いや、これなんか絶対分岐だよな。ちょっとあんま不自然な感じに。あ、一緒に行こうぜ。あれ？いいのかな？中学校はどこ？どっから行けんだろう。あれ？こんなとこ通ったっけ？あ、なんか落ちてるよ。これ以上立ち入るのは危ない。こっちも行けない。あ、行けないんだ。工事のおっちゃんか、じゃあ。道路工事のおじさん、こんにちは。ボンジュール？いや、おかしいやろ。こんにちはでいいでしょ。今、道路工事中だから十分気をつけて通ってくださいね。はい。話しかけようか。こんにちは。これいけないわけ。どう頑張ってもいけないわけ。キープアウト。ダメか。こっちにあんのかな？ここっぽくない？なんか。お、来た！
入ろう。お、なに？セーブ？急に？来たな。うへえ、やっぱ夕方見ると雰囲気あるな。4ヶ月でこんなにやれるもんかね。そんなに荒らされちゃうもの？こんな結構傷んでるもんね。やっぱ、すぐ廃墟巡りみたいな人来ますからね。マナーの悪い奴らが。ね、ねえ、やっぱ明日の昼にしない？なんか変な寒気がするっていうか。おいおい、さっきまでお前ノリノリだったんじゃんよ。なったじゃんよ。だって、廃校だよ。バレたらやばいし、なんか嫌な感じするじゃん。確かに、やばげだよな。なんだ、アツシ、お前まで怖がってんのかよ。誰か。お前こそ、そわそわして落ち着かねえな、誠。はぁ？誰が？何？何の？何の争いなんだよ。また始まった。なんで昔からアツシは誠の軽口泣かせないんだろう。やんのか、こら！なんなら、肝試しすっか？ああ、上等だよ、おら。先に屋上に行って戻ってきた方が勝ちな。嘘でしょ？マジそういうのいらないから。入るなら4人じゃないと絶対嫌だからね、私。止めるんじゃねえ、千春。それなら、お前、エイジと、エイジは、ここで待ってればいいだろう。お前とエイジはね。ダメだ。それも、なんか嫌。エイジ何か言ってよ。仲良くしろ。二人一組っていうのはどう？二人一組っていうのはどうにしようか。何言ってんの、エイジ。それいいな。別に誰かが一人になるわけじゃないしな。組み分けはエイジに任せるわ。なんかいい感じで頼むぜ。一緒に行動するキャラクターを選択してください。キャラクターに話しかけ、連れて行くを選択した状態で、学校の玄関口を調べるとシナリオが進行します。注意。選択するキャラクターによって展開や経由するシナリオに変化が起きます。一度のプレイで全てのルートを経由することはできません。他のルート選択は2周目以降になります。あらかじめご了承ください。でもこんなん流れ的に俺は千春ちゃんと生きてよ、そんなん。みんなもそうでしょ。じゃあ千春ちゃんで一緒に行こう。やだ、私虫は大丈夫だけど幽霊とかほんとダメなんだよね。千春がパーティーに加わりました。じゃあね、男どもは争いながら行くがいい。学校に入ります。ローディング中かな。二人が始めた喧嘩なのに一緒に行動するなら別にこんなことしなくてもよかったんじゃない？確かに。言う通りです。誠と厚志は左の階段の方から屋上を目指すみたいだから、私たちは右からかな。ちゃちゃっと行って戻ってきちゃおう。じゃあ右に行きまーす。本当に荒れてんな。ここから行けばいいのかな？屋上に行っちゃえばいいんでしょ？屋上は大体、あ、ここか？音楽室か。怖いよね、夕方の学校ってのも。あ、ここか。屋上って行けるようになってる。お、行けた。わー、空の色すごい。この時間になると風も吹いてきて気持ちいいね。まだ二人は来てないみたいだな。まだ二人とも屋上には来てないのかな。ちょっと待ってようか。エイジ、怒ってない？うんうん、ちょっと気になって。ここでは、祭り中では、いろんなことがあったから。楽しかったこともあったけど、嫌なこともたくさんあったし、こうやって久しぶりに来たらいろいろ思い出して、私はエイジのことを置いて、この町から逃げちゃったから。誠はもともと都会から来たし、アツシもおばさんの体調悪くなったから、あなったらこの町から出るのは仕方がなかったことだけど、あ、エイジはここにいるのか。エイジはこの街に一人で辛くないかなって。どうしたの？変な顔して。何のことかわからない。これガチでわかんないんだけど。そっか。そう言えるってことはエイジは大丈夫なのかな。
遅いね。もしかしたらもう先に帰っちゃったのかな。うん、戻ろう。二人とももう頭を冷やしてるといいけどね。へへへへ。へへへへっていう女の子かわいい。あんま見たことない。てか見たことないけど。カスガみたいなへへへへじゃなくてね。へ、あれはへか。これなんかこけってどこ関係ないか。さっさと行こう。さ、こっちから行くって言ってたよね。ああ。なんで？あいつらが来てないってことはあっち側からなんじゃないの？クーラー怖っ。誰かいるぞ。今足音が聞こえたね。もしかしたら誠とアツシが脅かそうとしてるのかも。ちょっと見に行ってみよう。途中で警備員に見つかったとこ、あ、誰？え、あれ誰？ひ？何？お、お化け！あ、お化けなの？お、お化け！お、い、う、う、お化けやね。目がないもん。お前だ。あまともお前だ。エイジ、逃げよう！あー！逃げて！ここへ！だだだだだだだ！ダメだ！そこは捕まっちゃう！はあ、ゲームオーバー。え、これどっから？あー、夕方こっからかーい。はい、といったところで今回は終わりたいと思います。やっとホラーゲーム要素が出てきましたね。あの、カミカミだわ。あとちょっと読めない感じ多くて申し訳ないですね。ちょっと、コメントで教えてくれ。読めるようになってるかわかんないけど。はい。それではまたお会いしましょう。ではまた。